どうも皆様おはこんばんにちは。鉄道チャンネル笠原信之です。本日はですね、銀色の新幹線に乗って銀山温泉に行きたいと思います。銀色の翼号っていうのがね、今1本しかなくて、それでちょっと運用特定中なんで、ちょっとまだ乗る電車が分かってないんですけど、まあとりあえず行きます。結局銀翼は待ったんですけど来なかったんで、とりあえずちょっと山彦で先に福島まで行っちゃって、まあいろいろやりたいと思います。とりあえずあと4分後の山彦乗ってて、もしかしたら福島駅で危うくや銀色の翼の連結でもちょっと見たいかなと思うんで。あれまだドア開いてないんだ。なるほど。この21番線の山彦135号乗ってって、先に福島まで行って137号の翼に乗っていきます。やばいね、 4分前にドア開いてまだ並んでんじゃん。乗れる？あ、乗れるわ。よし、ちょっと待ってよ、席開いてなかったらでも山彦135号。とりあえず3人掛けを取れたんで、そっちで。お、B7 系が来た。はい、というわけでね、この山彦号に乗って、とりあえず多分12時半くらいに福島着くかな。で、もし行けたら、銀翼の連結とか取れれば最悪それで妥協したいと思います。来年の25周年までに動画ある程度集めなきゃいけないんで、今回そういう目的で、あと銀山温泉も、はい、そんな感じで、はい、ありがとうございます。地味に東京駅から新幹線乗ったのってかなり久しぶりのことですかね。とりあえず来年の12月4日までにある程度山形新幹線と山形新幹線沿線の観光地を貯めておかないといけないんで、まあまず初っ端はそもそも本当は鳴子温泉行ってるんですよね。まあでも動画にしてないですけど、今回はちょっと若干刺激欲しいんで動画にしてる感じです。今回ね、12時か10時のやつが銀色の翼って踏んできたんですけど、まあ、残念です。はい。ちょっとジャーナル構図欲しかったんですけど、まあ、なくて、はい。そうだ、完全に増えると、ここジャーナル構図いけるじゃないですか？そろそろ。一応一般職の一時車ってまだ いるんですね。へえ。一応多分この後ろにも翼ついてるんだけど、これは確か普通にリバイバルじゃなかったはずだし、このやつ12時に乗るやつですね。番台はどっち？最悪これで1000番台だったらいいんですけど。お、1000番台だ。おお、あ、でも、あ、54か53だったらちょうど山形新幹線25周年企画としていいと思うんですけど、よかったんですけど、まあ、一応新幹線は一旦ここ茨城県に入ってるかな。多分、はい、あれまだだっけ、わかんないけど、多分あそこに見えるのが筑波山だと思うんですよね。だよね、多分違ったらごめんですけど、確かこれ筑波山ですね、茨城県の。はい、さっきまでは埼玉県で、ここが茨城県の古河市ですね。あ、防音壁が。で、やっぱここに見えるのは筑波山では、筑波山で間違いないそうですね。はい。一応新幹線からも筑波山見えるんですね。関東平野でかいですね、そう考えると。さて、そろそろ翼山彦との行き地、すれ違いが見られるかなっていう頃なんで、一応カメラ回してますと、どうでしょうかね。そろそろ来ると思うんだけど。後ろは銀じゃなかったですけど、前がなんか、200系カラーだったな、今。そうだ、座席紹介を一通り。
これフリーストップじゃないんだな。そっか。さて福島駅到着しました。せっかくなんでね、なんで一本前の電車で来たかって言ったね、やっぱ切り離し見たいわけじゃないですか。手の上げで切り離しを見たいんでね、せっかくなんで見てきます。自分とちょっと同い年のね、イーニケハヤテ号ね、いいっすよね、やっぱね。さて、乗る翼号が次13時36分のやつで大石田まで向かいたいと思うんで、ちょっと昼ご飯とかね、あと もし危うくが、通過するはやぶさ号とかその辺もちょっと撮影しまして、それから大石田駅に向かいたいと思います。一応13時36分の翼号に関しては指定席取って、てか窓が開いてるのがちょっと福島からしかなかったんで、でこういう買い方になって、ついでに、切り離しシーン撮れたんですごい良かったです。ありがとうございます。ということで、お昼ご飯にそばを食べさせてもらうということで、はい、これ、なんか福島県って結構東京の電力作ってるところ多いんですよね。これ確かあれ確か只見系ってほとんど東北電力で、確かあの辺の福島第一原発とかが東京電力で、なんかいろいろ作ってるんですよね、福島って、そういう電力系のものを。
ハヤテと小町のペアじゃん。あの L5455 編成っていうのはもともと秋田新幹線で使われてた車両で、でこれちょうど L54 編成なんで、これ1000番台、もともと0番台 L54 編成なんでちょうどこれハヤテ小町っすね。一応新庄って書いてあってどこだか分かんないんで、新庄山形って書いてあるんですね。で、14号車の 13D、 一応なんか特急券変な感じになってますけど、こんな感じです。じゃあ元小町の E3 系に乗車します。福島から米沢までのね、板谷峠越えっていう区間はね、結構面白い区間でね、まずここ今新しいアプローチ線を作ってて、そろそろ見えてきます。あったあった、これが福島機関区連、あの今中央線とかで動いてる EF64 が一番最初に廃止された、福島機関区っていうところですね、うん、福島から庭坂までは結構スピード出すんですけど、現在今スピード出していく感なんですけど、庭坂から米沢は一気にスピードが落ちるわけです。ここが、大本線の佐々木野駅ですね。さてそろそろ庭坂駅かですね。もともとここに1960年代まで庭坂機関区っていうものがあって、でその機関区には、日本で一番最後に製造された1950年代に一番最後に製造された E10 型機関車とかそういうのがなんか配置されてたところですね。一応日本で一番最後に作られた機関車が配置されてたのはこの庭坂機関区で、ここから先は一気に山越え区間になっていきます。もしかしたらでちょっともう少し行くとね、急カーブがあって、もしかすると前の車両が見えるかもしれないね。見えるかな、これ線路あそこなんですよ。こう、あ、でもカーブ急とはいえ見えないかもしれない。どうだろう、これ多分この、ま、このデッキの窓の小ささだと 見えないかもしれない。ここから先が個人的にその山形新幹線の中でやっぱ面白い区間だなとは思うんですけど、あ、どうだろう、7両編成だから、ま、もしかしたらこのカーブだと見える。あ、でも見えるっちゃ見えるんだよな、肉眼で。で福島市がここで今あの JR の中で連続勾配30番目だからかなり長い区間なんですよね、ここ。この短距離で結構上がるんです。あ、普通列車今在来線区間走ってるんで、一応普通列車とすれ違ったりするんですよ。面白いですよね、山形新幹線って。これだってまだちょっと 5分も経ってないのにもうこの高さに来てるんだから、かなりやばいですよね、この登り方。一応今トンネル抜けたら一旦平坦になったような感じがするんですけど、どうですかねこれ。ですね、とりあえずですね、銀色の新幹線じゃないんですけど、一応走行動画とか用意しちゃったんで、まあ、あの雰囲気だけ味わえるように、あのとと今まで撮ってきた L65 の走行動画ところどころ流しますね。松川と今沿ってて、さて、こちら見えてきました、山形新幹線名物の赤い鉄橋。紅葉の時期とか来ると結構いいんですよね、この眺めで。そろそろかな、あれ今なんか工事してるような気がするんだけど、見えてくるかな。
あ、だだだ。ここ現在廃止されてしまった、赤岩駅。昔、スイッチバックのあった駅なんですよね。この板谷峠越えではね、もともと、板谷峠、赤岩の3連続でスイッチバックがあったっていうのも、それだけ急な駅だったわけです。で、もともとここに駅、ホームあったんですけど、もう撤去されちゃったんだな。あ、スイッチバックっていうのはもともと、山を、登ったり、平坦なところに電車を止めるために、一回線路、本線とは別のところに、まあ、詳しくはスイッチバック、もしこの、話だけわかんない場合は、調べてもらうとわかると思うんですけど、一回、例えば駅とかに止まるときに、当時機関車とかだと、勾配区間で止めると、危険があったので、一回本線とは別のところに止めるために、一回前、本線とは別のところに行って、後ろに行って、駅に止めるという方式で、いう感じで、やってる、その、鉄道の、山登りのための、方法です。で、それが、要はこの、福島、庭坂から、米沢までの間に3カ所、あって、赤岩、板谷、峠の4箇所か、峠、大沢の4箇所で、それを実行していて、現在はもう山形新幹線や、他の鉄道車両の性能が上がったので、それを行わなくなっているというわけです。で、一応、その遺恨がこの板谷峠越えに結構残ってるんで、ちょっとそれ、せっかくなんで紹介していきたいと思います。さっきの赤岩はもう紹介してしまいましたけど、さてこちらが板谷宿ですね。っていうことはそろそろ2つ目の元スイッチバック駅板谷駅が、見えてきます。そろそろかな。どこだ。そろそろね。ここに架線が見えてきて、もともとはこっち側に駅があって、これが、いわゆる引き込み線っていうやつだったんですよね。で、山形新幹線開業時にこちらにホームができて、で、こっちに、こっちにもね、もともと一回こっちに列車を入れて、線路、あ、もう草がだいぶ育っちゃって、あ、ここにもともと線路があったんですよ。一回こっちに入れてから、向こう側の、その、いわゆる昔のホームに入れてたわけです。よし。さて、ごめん、忘れてた、これ峠駅なんですけど、ここの駅の場合は、こっちにもともと、ホームがあったんですけど、いや、個人的にはね、このホームよりもね、ちょっとね、こっち側の景色の方が綺麗だから見てほしいんですよね。いや、他の YouTuber さんとかも取り上げてるから別に、いいっしょ。鉄道系 YouTuber かって言われると、自分でちょっと怪しいし、景色とか紹介する方が、あ、だだだ。あれすごくないですか、この岩。これどうなってんのかな。あの岩穴開いて、なんか真ん中穴開いてたりして、どうなってんだろうっていうのはちょっと思うんですけど。よし。峠駅っていうのはね、
峠の力持ちっていうのが有名で、あの甘さ甘いんだけどちょっと優しい甘さで、個人的にああいう系統のお土産って大体まずい、なんかまずいっていうか、あの食べてるとだんだん飽きてくるんですけど、峠の力持ちはあのすごい柔らかくて美味しいですね。カーブ的にあの前の車両は見えるっちゃ見えるんですけど、やっぱグリーン車まで行かないとちょっときついな、うん、ジャーナル構造はちょっと、うん、無理だな。あれここだっけ、あ違うよね、あれまだだっけな、まだだな、ごめん、あ違う、あそろそろ大騒ぎなんですけど、確かここ、今山形新幹線って標準機なんですけど、狂気の線路が残ってたような気がする、残ってないっけ、あ見えないわ、あ今なくなってる。でここが引っ込み線で、もともと駅があったのがこっちですね。個人的にあの板谷峠のスイッチバックの遺憾の中で、僕はねあの大沢駅が一番好きですね。うん、ここスノーシェットも結構長いんですよね、大沢駅って。この大沢駅を過ぎると、あとはあのもう山形盆地だよな、え違う、米沢盆地、いやあれ米沢盆地だっけな、たったのところに、差し掛かってくるわけです。ここは秋くていうか全員思ったんですけど、板谷峠越え、あの雪がない時期にあの山形新幹線で板谷峠越えするのって初めてだな。いつも大抵冬に来るんですよね。冬も冬で、あのそういう遺恨を見れないんですけど、それはそれでまたあの雪景色生えて結構面白いですよね、山形新幹線って。うん、さてとりあえずまあ見どころという、山形新幹線で個人的なに見どころだと思う区間はまあ終わったには終わったですけど、でもなんか この辺の大沢の集落とかのあの感じも良いですよね。てかあの今何軒か家あったんですけど、その後うん、これ大丈夫だよね、その後もうあの家とかほとんどなくな、おっとっとっとって、紅葉絶対綺麗ですよこれ。うん、さじゃあとりあえず多分次の動画カットは大石田駅になってると思います。そろそろこの辺でいいかな、山形新幹線の乗車録でいいのかな、乗車録的な、あでもちょっと待って、 ここで、うん、そうですね、山形新幹線の乗車録はそうですね、この辺で一回あの終わりにして、次大石田駅であとは、発車取ってていいですかね、はい、せっかくなんでアイス買ったんですけど、これ弁当食べた後に、ね、食べるとちょうどいいんで、多分20分くらい、うーんどうしよう、上野山温泉駅発車あたりで開ければいいかなと思うかな、うん、さ、山を越えて米沢駅に到着いたしました。あー駅名表ねえわ、まあいいや、とりあえずこれ上野山温泉まで溶けるかな、いやまあちょっと赤湯駅あたりで開けてみようかな、そろそろ赤い駅着くんでどうですかね。中は結構柔らかくなってるかもしれない、どうだろう。
るね。あ、まあ全然いけるわ。やっぱ10分寝かしたの正解だわ。下に到着いたしました。これどうやって撮ろう。あれ、いけねえな。階段から撮るしかないか。なるほど。この窓開けて撮ろうと思ったけど、ちょっと交流電流だから怖いんだよな。これバチンとか来そうで、ちょっとこ交流的。一応この15時55分発の路線バスで行きます。到着時間さえ分かってれば、一応12時50分に予約お願いできたんですけど、まあ仕方ないです。これに関しては、はい。言っちゃ悪いけど、とても東京直通の電車が来るような駅ではには見えないな。しかもそこはあ、何、階段だ、上がれるんだ。上がってみよう。てか上がって何になるの。まあいい、上がるか。上がってみたけど、これは何のためにあるんだこれ。え、景色を見るためか。これくらいしかないよね。じゃあこの銀山温泉に乗って銀山温泉まで向かいます。金沢バス、有限会社。ああ、了解。バスの運賃変わってて、なんか1000円になってましたね。前まで確か720円とかじゃなかったかな。まあいいよ。この山形新幹線の踏切についてるよ。これって何なんですかね。先ほどまで大石田町だったんですけど、たった今、尾花沢、銀山温泉のある市に入りましたね。ここが尾花沢の市役所ですね。
さ、銀座温泉到着と銀色の新幹線で来るっていう野望は途絶えたわけですが、まああの映像だけでもお楽しみいただけたでしょう。でここか、あおおおお、なるほど。久しぶり、あーそうだ、初めてっていう設定にしなきゃいけないから、初めてですね。いやいや久しぶりなんていうのはちょっと なんでもないです。初めて来ました。いやちょっと楽しみですね。のさっきまで、あのなんか全然人いなかったのに、温泉街まで来たらやばいね、めちゃくちゃ人いるじゃん。なんかこういう盛り上がってる温泉街って、あのこの前行った日の出俣とかいう温泉はそのまあ静かでとてもよろしかったんですが、こういう賑やかな温泉もいいですね。すごいなこれ。はい、じゃあ今日泊まりますやだ、こちら松本でございます。はい、松本市民が松本に泊まるとかいうね、あのネーミングだけで、こっちじゃねえか、こっちだな。はい、これ結構いい眺めだなこれ、うん、いや宿に泊まんないとね、あの眺められない眺めするからね、いいね。ちょ、鉄道ビデオに使えるか、ちょっとあれか、あの無料で銀座アートを見に行けるって言うんで、ちょっと明るいうちにね行っちゃおうと思うんで、急いで行きます。いや足尾道さんだって金取るのに銀で金取らないってすごいありがたいですね。本当に行きたいですね。これちょっと取っていいか分かんないですけど、ここ民家で、ハリーちゃん9歳って多分あの柴犬のことなのかな。何、一応民家だけど観光地的なことにはなってんな。なるほど、まあ動物には何でもないです。さっさ銀山、え、なにこれ、え、マジでなにこれ、え、なにこれ、え、あ、え、絶対来ますね。ここ絶対あったらいいよな。おお、これは何、俗に言う沈下橋みたいなもんなんですかね。違う、何これ、横から見てもすごいねこれ。なてか冷静に考えたら、鉄道 TV の宝が 10秒とかそれくらいのためにね、あのこんなにお金かけてきて、まあちょっとまあ採算合わないけど、でもまあ鉄道 TV は完全に趣味でやってから別にいいんだよ。いいな、はい、広がねの大船に揺られ海に溶けてゆく。ここまで人がいるとね、あのずっと喋ってても大してね違和感ない。あった、これだ、これ疎水道っていうね、うん、いわゆるあのどこぞの栃木県の銀山だってあの有料なのに、ここは銀で無料ですからね。大変どこぞのあのね道よりは全然よろしい。すごいな、これ。お、え、これ無料か。え、つかめちゃくちゃ浸水してんじゃん。やば。え、すごっ。え、これすごいな。多分あ銀山の入り口こっちで合ってるよね、多分合ってるはず、合ってなきゃったらごめん。なんか薄い峠あたりでこういう景色見たぞ。あ、うん、集落跡か、上の端と、あ、多分あれか、銀山温泉ってもともと、そっか、あの水害で、あの崩壊しちゃって、それで復興、昭和あたりに復興したっていう歴史があって、なんかホームページにそう書いてあって、多分その上田畑っていう集落は
どうなんだろう、多分その水害の時に亡くなっちゃったとかじゃないかな。それでもただ過疎化しただけなの、どっちなんだろう。まあいいや。あのね、確かね、なんだっけな、会津三島とかにもね、なんか似たような集落が、会津三島、あの隼人の対岸にも似たような集落、隼人駅っていう只見線の駅があって、なんかそこのね、対岸にもなんか似たような、あの水害で廃村になっちゃった集落っていうのがあるんで、多分そんな感じじゃないかなって思うんだけど、どうだろう。で、これどっち、あれ、せっかくあのタダで銀山見られるっていうんで来たんですけど、これでタダでね、こ、あ、ちょっと待って、あった、これだ。せっかくね、タダで見られるんでね、タダで、いや、よし、タダで、うん、いや、なんかちょっとしょぼいもんかと思ったら、普通に人の手が加えられて、まあまあ立派なやつじゃん。これタダでいいの、本当に。多分あの日光市だったら、あ、日光市じゃない、N 市、土地、T 県の N 市だったら多分金取ってそうな気がするんだけど、いいんだね。へえ、入場料とかかかんないんだ。すごっ。あー、ちょっと臭いな、やっぱ鉱山ってだけあって。つかわざわざこういうのつけてるのに本当に無料でいいんですか。マジでただでいいですか。はい、じゃあ、まあ続きはあの銀座温泉に来てから見てください。はい、これ本当にただでいいん、いや普通に関東のあの熊県とか伊賢とかだったら多分普通にだって金取ってるでしょ。え、本当にこれただでいいん、マジか。いや、あの正直入場料取られないからあんま期待してなかったんですけど、すごいなこれ。あ、一回ちょっと冷静になって、すごいなこれ、すごいですね。ちょっと待って、わかります？息ちょっと白いですよ。あ、だから結構今夏なんですけど結構涼しいんだよねこれね。え、本当にこれ無料でいいんだ、すごい。まああとはあの実際に涼しいんですよ。実際銀山温泉に来て体験し来るのがやっぱ一番いいと思いますよこれ。いや、あのこういう映像だけで見てるのはすごいもったいない、ぜひ来てください。これ、今、公園のところに来たんですけど、これで多分あの水害前の、明治初期か、水害前のその銀山温泉なんですけど、今と全然なんか福島県とかにの景色っぽいですよね。で、これが大正多分なんですけど、この辺とか水害で崩れた感じのやつなのかな。で、あ、で、これが昭和で、これが平成なんですけど、この辺の建物、平成だよね。この辺の建物は、多分、その昭和初期から変わっ、ここ、変わってないっすよね。で、あとちょっと気になったのが、いや、ここもちょっと変わってないかなって思ったんですけど、でもちょっと見た感じ、これ多分能登屋ね、あの有名な能登屋っていうところだと思うんですけど、あれ今こんなちっちゃくないっすよね。なんか建物の感じは変わってないっすけど、どう考えてもちょっとでかくなってない、でかくなってるよな。建物の感じ変わんないででかくできるわけで、いやでもだってどう考えてもこれほら2階、これ2階だっちな。で、これ3
3階4階4階建てになってると思うんですよ。でも建物もその造形っていうかなんていうか変わってないんですけど、この昭和この明治から昭和の間に建物の感じそのまま リフォームっていうか増築っていうかなんていうかしたんですかね。ご飯はなんかペア食ですね。これ多分あのなんだっけ、このシーンが出てるよね、ごめんね。そうだね、今名前を思い出しました。尾花沢牛ですね。あの要は山形牛ですね。山形牛は米沢牛、山形牛てか米沢牛はまた別に同じだよね、多分米沢牛、山形牛、尾花沢牛っていうのがあって、結局、まあ、とりあえず食べよう。それでは天下気付け。山形の蕎麦ってなんかさっきの東北地方の蕎麦ってなんか新鮮なやつで、あの髪切りだあの、東北程度のそばって結構弾力あるんですね。このところ店結構美味しいです。なんかいろいろ入ってて、なんなんだこれ。でもところ店だよな。柔らけえ。やばいこれ。やばいこれ、この柔らかさ。いや、すごい柔らかいです、この麺。あの、おばなら牛。やばいな、これ。こういうの動画で紹介するのはあれか、やめといた方がいいのか。確かに。
サイレントモード、サイレントモード。すいません、夜あのままちょっと写真撮ってそのまま寝ちゃったんで動画は残ってないですけど、なんか温泉の質感に関しましては、なんかよくあの山形と宮城県のにあるような、あるまああの普通のっていうと失礼なんですけど、あの栗駒山確かなんか鳴子温泉の人が言ってた限り、あの性質は栗駒山からうんぬんとかいうやつなのかな。あのなんか蔵王温泉はまた違うから、ただね、蔵王じゃなくてどっちかっていうと鳴子温泉に似てる感じの泉質、あの硫黄の泉質ですね。あのちょっと変な匂いするやつですね。で朝飯すごい美味しかったです。であとあの浴衣ってちゃんとここにポッポクッとあるんですよね。どうでもいいですけど、はい。てなわけでまあ9時50分には戻ります。あやべえ、 こういうのちょっと違うな。あれ昨日の花笠じゃないですか。栄だよっていうところが踊ってんのかな。誰、あのちょっとお土産屋とかいろいろ見てて気づいたんですけど、この E3系2000番台のこのライトの形と、その銀山のこけし の目の形って、あれちょっと似てないですか。あれデザインの運命を見てないですけど、なんかそんなような気がする。こけしから撮ったのかなってちょっと思うんですけど、どうなんですかね。銀山温泉の温泉マジ一応ここで作ってるみたいで、ちょっと買わせていただきました。あの袋詰めレジでするんですね。ここ面白いですね。だっとこれちょっと普通に美味しそうだなと思って、ちょっと飲みますね、せっかくなんで食レポ。なんかちょっとあの、いや美味しいのではあるんですけど、なんかちょっと独特の苦さっていうか、なんていうかがあるなと思って思いました。で、こちらはですね、銀座温泉で多分一番古い建物で、水害で流されなかったんで、あの多分大正明治あたりから残ってる建物で、昔なんかこういう風にあの宿の前に、なんて言えばいいんだろう、あの絵画とか飾ってあの客取り合戦してて、でなんかいろいろと絵画あって、これは意味は多分ちゃんと見れば分かるんですけど、あのとっとと帰らなきゃいけないんで、あの正直見てる時間があまりないです。ないんでちょっと買ってきますけど、多分これ豆まきか何かかな。でこっちは何これ、たこ揚げしてんのかな。あっ、そういうことか、季節か、これお正月の節分の、これはなんだ、ひな祭り、花見、子供の日、田植え、あなるほど、季節ごとになって、ちょっと待って、だからでもここが入学式か、寺子屋の入学式か何かで、稲刈り、だからあれか、春秋夏、あじゃあこれあれか、ちょっと待ってよ、あ十五夜か、七夕、田植え、鯉のぼりだから子供の日、花見で、ひな祭り、豆まき、で、たこ揚げ、季節ごとに、季節順に並んでるわけじゃないのか、でも、なんとなく、見た感じ、なんとなく、どういう行事が書いてあるってことは大体分かった。なるほど。とりあえず、この10時29分に普通列車、山形行きで山形まで行きたいと思います。
到着したわけなんですけど、このまま米沢まで普通列車で行っちゃおうかなと思って行きますね。せっかくなんで、はい、本当は新幹線乗っていこうと思ったんですけど、時間ある、なんか乗り継ぎできるらしいんで、これ乗っとっちゃいます。今回予定立てて銀色がどうもあんま都合のいい時間に来ない、来なかったね今回。まあ仕方ない、じゃあ仕方ないけど、まあちょっとへこむわ。ワンちゃん来たりしないかな。15時何分って言われたんですよね、さっき。12月4日まで、まあ、来年の12月4日だからあと1年半はあるんですけど、でもできれば今日、今回ちょっと銀色の翼号済ませたかったなっていうのは思うんですけど、まあまあこういうのって撮り鉄って運っすからね、仕方ないですね、これに関してはもう、うん、本当に、はあ、仕方ないですね。
さてと、じゃあこれから普通列車乗って、とりあえずあの板谷峠を普通列車で越えて力持ちを手に入れてから帰ろうと思います。まずはちょっとこれで米沢まで、あれ乗って、なんか乗り換えないだとあれ乗ってくといいって言ったけど、なんかこれで間に合うそうなんで、せっかくなんで。地味に山形新幹線上りってあんま乗ったことないかも。山形新幹線いつも帰りなんか普通列車になっちゃうんですよね、時間とかそういうので。まあいいや、行きましょう。いつもは牛肉ど真ん中なんですけど、今日はこれで。おお、すごく見た目美味しそうですね。今蔵王駅なんですけど、 あっちにある線路がなんか気のせいかもしれないですけど、その新幹線の幅じゃないような気がするんだよな。気のせいかな。いや、つながってればそんなことはないはずなんだけど、もうなんか狭いような気がする。ちょっと待って、どうだこれ。あれ、なんかそんなような気がするんだけど、気のせい。あざお、あ、そんなこと、気のせいか。いや、でもつながってなかったらマジでそうだよ、本当に。あ、やっぱ新幹線の幅じゃないわ、あれ。意外とあの雪下ろしとかしなくていいんで、需要があるマンションです、これ。暖房の中にドカンドカンから結構バジがいしてるね。あと弁当美味しいです、はい。中山通り越えてるのに行く感じ。こちらの高畑駅は駅の中にお店があります。どうせ同じ2両編成だったら直通すりゃいいのに。そこ行かねえわけだ。あれ、あ、いたいた、これこれ。開いてるんじゃない。昔の峠駅の駅舎です。駅舎ですね。はい、
無駄に千円札用意しただけでちょっとあの売り切れになっちゃって買えなかったっす。傾いてるね。傾いてるよねやっぱ、うん、到着と、何のために普通列車に来ただろう。力持ちが手に入んなかったんで、まあ知らねえか。何のために来たんだろう、ここに。あの本当はそのつもりなかったんですけど、もうあの福島まで来ちゃったんで、あの自由席特急券山彦号に乗ってもう自由席で行っちゃおうと思います。
よく見るとさ、すごい若干赤く光ってんだよ。あの本当にちっちゃく赤く光ってんね、あの点検のまたが。新幹線だと結構ちゃんと見えんだけどな。あれ？なんかやけにゆっくりやけど。停車駅じゃないよこれ。え、どういうこと？
先ほどまで小山宇都宮駅間異常な音を感知したため安全確認作業を行いました影響で現在上下線の列車に遅れが発生しております。この先各駅に新幹線が停車しているためこの列車も新白河駅で少々停車をいたします。運転再開までお待ちください。運転を再開いたします。列車が前に向きますのでお客様は気をつけください。あそこに条件を見せてやる。せっかくもないと思う。そうね。てか地味に新白河ってさ新幹線で止まったの初めてかな。今までってね絶対通過してたから初めてだわ新白河停車。先にこれ何予定通りにこの山彦の方が先に出るのかな。多分だよね。多分そうなるよね。多分ありがとうございました。なんか最後に乱れてるけど、まあ、はい、いや、はい、終わり、はい。